で、弁当も否定されてるなら無理じゃないとは。僕、シェリフなんですけど。はい、ドットレター。ボタン押して早く、怖いから、切られちゃうって。ふざけんなよ、マジ。ようこや、また。もう無理、マジ、さっきの試合。絶対無理やんな。積んでるし、俺本当のことしか言ってないからな、だって。勘弁してくれーと思って。本当のことしか言ってないやーって、赤メタインポスター、了解。はい、ナイス。はい、ナイス。ナイス、死体はなかった。自投票や、自投票。マウントゲーミングやばい、マジで。赤目タピアと誰これ、うん、分からん。おもろいな、今回。赤と、まあ、おるな、なんか。右側に赤おるな、これ。右が赤やな。これ、ミーティング、てかタスクしろ、これ。タスクやな。左のタスクしたい、これ。アンパンパンパン。シウネさん、左。弁当掃除しよう、爆速で。OK。たくやたくやさんね、停電になる前ぐらいはね、武器庫から多分エンジンの方行ってると思うんで。いや、ね、コックピット入ってます。あ、コックピット入ってるね。あら、うん、で、僕コックピットに置いて武器庫入ったら、武器庫にアメネコさんがいて、一緒にキッチン入ったんですけど、僕は展望デッキで直しておいておりか気になります。赤メタでその直前、ね、アメネコさんと一緒に動いてるから、とりあえずコックピット側に徒歩で行ってないことだけは証明できるかな、うん、まあまあそれは絶対僕も言えるもん、うん、言えるから、まあ、そのあった時系列は多分僕の方が直近の竹谷さんの信任があって、停電になったタイミングはちょうど宿舎前にいる T 字のとこなんですけど、停電が起きたのでまた下に降りてるんですけど、降りたタイミングで先端さんと先にすれ違って、エンジンの横の、うん、横に伸びてる方のところの通路で多分竹谷さんが右か左かどっちかわかる。左から右に抜けてってるので、上に上がってるかミーティングそのままメインに抜けてるかのどっちか。こちらにしては、トータス、アカメタ、アメネコノスケを弾くといった。トータス、アメネコノスケ、アカメタ。まあそのナイトメアさんの証言が精度するな。うん。するなら。だからセンターさん的にタクヤさんって見てないですか？ちなみに。見てないです。金庫にいますけど見てないです。ちなみにトタさん弾ける理由はそこにいたんですか？あ、トタさん、あの停電のところから出てきた。そもそも。そもそも最初の攻撃。シリアルだったらワンチャン。トタさん、どういう動線で来てます？キッチン脇、武器庫の上直し、その後、コックピットでリングウィット、で、停電になったんで、そのまま下。その時にナイトメアさんが右、タクヤさんもその辺におったんを見て、そのまま、展望の、停電直る直前ぐらい。たとえシリアルだったとしてもナイトメアさんの死人、ナイトメアさんの発言が偽の前提じゃないと無理だよね。停電中に拓哉さんとすれ違ってるはず、僕が見間違えてなければ拓哉さんとすれ違ってるはずなので。じゃあ砂亀さんは関与できなさそうです。お、それはその心は、所定アーカイブで見て、で、はいはいはい、停電なる前もアーカイブで見た。あ、うん、そうなんですね。その通り。じゃあ嬉しそう。R さんも、私浮いちゃったと思っちゃったんで。じゃあ R さんもそこら辺にいたんだったら。僕はシャワーにいて、ヨザハさんまで見てます。セルフィー最終金庫です。はい、あら。どこ？金庫？金庫です。はい、ないわ。素晴らしい。セルフィーさん、金庫のとこおったんですか？僕、ダウンロードのとこいたんですけど、どこにいました？金庫から停電直ったタイミングで宿舎から金庫に入ってくるセンターさん見てるんですけど、合ってますよね、どこにいました、その後。
その後は普通にミーティングの方行きましたよ。しおねさん見てます、セルフィーさん。確かボタン押してたらしおねさんですよね。見てます。セルフィーさん最終金庫って言いましたよね、今。いや、最終。出たよね。最終金庫って言ったじゃない。ああ、まあ、言い間違いですね。ごめんなさい、言い間違いですね。気をつけて。はい。すいません。ごめんなさい。セルフィーさん、仕事としては停電開けた後に金庫からじゃあミーティングに上がってる感じですかね。ああ、そうですね。金庫、停電終わってから金庫宿舎ミーティングで、まあ一応僕が切れるとしたら、その停電中に弁当でコックピットぐらいなんで、弁当否定してくれるならまあ大丈夫かなって感じですね。いや、停電中にそもそも、そもそもエンジンに多分拓也さん来てるので、ああ、なら。だから、どちらかというと拓也さんがだから上に上がっていて、センターさんが入った後にセルフィーさんが出て行って、普通に切った後にミーティングに上がってる線の方が濃厚なんじゃないかなと思います、ね。ああ、わかるわかる。ああ、うん。そうそう、うん。僕より後続のはずですよね。その、金庫から右側なんで、セルフィーさんが。うん、ああ、まあそうですね。僕が、だから切れる位置かなとは思います、一応現状。うん、その感覚だと、センターさんが切ってた場合、セルフィーさんが見つけてないとおかしいから、やっぱり筆頭セルフィーさんになりそうかなっていう感じ、うん。セルフィーさん目線でセンターさんが白っぽくなるのかってことは。後から入ってきてるから。後からなんですけど、ヨツハさんはメインからシャワー来てます？はい、そうです。その前に電気にいたかな？あー、なるほど。エレキメインシャワーって。はい、あ、なるほど。まあ、要はヨツハさん、そのメインに抜けたんだったらヨツハさんがヒット1ってことです、ね。かもしれないかなって、うんはいうんはい。メインに抜けたらヨツハさん、上に抜けたら、R さんでしたっけ？ごめんなさい。セルフィーです。セルフィーさんか。はい、セルフィーさん。で、ナイトメア、ナイトメア偽だった場合、正じゃなく5の発言の場合は、ナイトメアノースケがある。1。僕はでも、一応私、ミーティングに登ってる時に、金庫から出てくるセルフィーさんを確か視認してるんですよ。後ろをかけてきてるな、みたいな感じで。あ、そうなんだ。うん。停電はその時、開けて、ていたか入る前だったかちょっと忘れちゃったんですけど、でもそれだと切る位置が今度ないなるな。だから私は先端さんとセルフィーさんは両方ともフラットかなっていう感じ、うん、どっちがどうしたってなのかわからない、うんうん、それが正しい認識だと思います、はいはい、セルフィーさんがなんか意味わかんないこと言ったんで怪しいです。ははははは、位置関係がよくわかんないんだって。正直位置関係がわかんないの。はい、あと1個で終わりだから。はい、はい、ボタン、はい、はい、はい、ナイス。貨物で停電直したんですよ。はい、うん、そう、停電になった瞬間バキバキに離れていくのすけさん見たけど。ああ、あの、小田さんに白の、やっぱこれを譲ってあげる。もうバキバキに離れていってた。バキバキに離れてた。プライスも怖くて。ノスケ君がバキバキに黒くなるけど大丈夫。あ、僕もバキバキなんで大丈夫です。その、センターさんの、なんかさっきなんで白いかって言ったら、そのシリアルが抜けてて、シリアルだったら、まあ切っていくパターンはあるけど、その後からすれ違って金庫から引き返して切るは、僕に視認されてる状態だから、ちょっと難しいのかなと思って、白いのかなって発言残しました、一応。さっきの。そのセルフィーさん的には先端さんが、うん、あ、そうか、こあ、こう、あ、ごめんなさい、なんでもないです。あ、はい、大丈夫です。はい。まあ、その発言組むんだったら、シリンさんから僕とセルフィーさん、いい、フラットで、うん、かつ、セルフィーさんが、早めに、そのエンジンの下とかに行って切るか、もしくは、来た人を、僕とすれ違っておきながら切るっていうこともあるんで、そうですね、ここはフラットですけど、相対的に四葉さんの黒の、そうです。もう消去法で四葉さんしかいなくなっちゃう気がしちゃうかなっていう。セルフィーさん目線のインポスターも予知でいいですか？まあ、比較的先端さん切るのは難しいかなと思いますけどね、発言聞いてる感じは。なるほど。はい、やってよ。私、R さん視点四葉は難しいとか思わないですか？難しくない。ナイトメアさんがどのくらいの時系列で拓也さんを視認したかによるんですけど、停電になった瞬間に下から引き、宿舎の T のところを引き返してすぐにセンターさんとすれ違って、横のところに来たタイミングぐらいで、拓也さんとすれ違った認識でいます、ね。何秒前ぐらいか覚えてますか？何秒か前。僕が多分、トータスさんがその前に配電エンジンのタスク、配電のところのタスクをやっていたので、そこで死んでないかを確認しに行ってるので、そこに行く。タイミングぐらいでボタンが鳴ってるので、どのくらいか体感でいいので教えてほしいです、秒数を。
様子、停電なってから多分5、6、どうだろうな、ごめん、時間は分かんないけど、停電3、4秒で直してるから、それだったら、うん、ヨツハはシャワーで死にされてるので、そうです、ヨツハさんは。ヨツハきつそうじゃない？うん、時間だけならね。うん、きついと思う。ちなみに停電直って3、4秒でもうボタンもなってる。うん、うん。どんぐらいだったか、ごめん、時間覚えてないです。やばいね、そのうちつられそうで怖えわ。そのうちつられそうで怖えわ、マジでよ。インポスター上2人ともいるわ、怖っ。1、2。はい、あ、はい、はい、あら、ガチ直近っす、ガチ直近、2秒ぐらい、ガチ直近ですか、目、はい、目の前を、目の前の目の前、到達さんがメインホールのね、アンスのとこで切ってたか自爆してたかわかんないです。メインホール俺はバーって行ったら赤、うん、赤目田さんがおって死体になったアメネコさんを見てるっていう状態ですね。到達、うん、さんが見た時にはもうアメネコさんは死体で倒れてた、と、ね、立ってた。いや俺もね、立ってたかどうかわかんないから自爆か切ったかはわかんないです。動いてるとこ見てないので。いや、そう、微妙なんだよね。めっちゃ微妙。うん。ごめんなさい、もう一度場所聞いてもいいですか？アンスより左かな。アンスの中ではなくて、メインホールの通路の、はい、わかりました。そう、中ではない。いや、微妙い。赤目田さん的に死体発見と到達さんの時系列をちょっともう一回言ってもらっていいですかね。時系列？あ、要するになんかその死体を到達さんが来たら、目の前にアメネコさんが来て爆発したとか、なんかそこら辺のこう順番です。あ、うん、まあ、状況実施点だとメインホールのなんかベントタスクできる上側の部屋あるんですけど、はい、そこでタスクをして出てきたら到達さんとアメネコさんかな、はい、じゃあアメネコさんは生きてはないとは思うんだけど、その自爆なのか切ったのかがめちゃくちゃ微妙なライン。それは二人の発言聞くと、赤目田さんは後から合流して、トータさんが立ってた。トータさんは後から合流して、赤目田さんが立ってたっていう感じでした。いや、微妙いんだよね。ほんと、タッチの差ぐらいだと思います。これね、俺ね、タスクの画面開いてたから全くわからんのよ。あ、そうなんだ。あの、ただ、俺の目線で言うと、赤目田さんが立ってて、うん、で、アメリコ君が倒れるのが見たから。赤目田さんは動いてなかったんですか、トータさん。いや、俺、だからタスクの画面開いててね、それ、ちょうど見えてない。いや本当ね、聞いてるのなんかアメリコさんの自爆のような気がするんですけどね、個人的に。トータさんが、なんだろう、レポートしたよりも見るし、ワンちゃん切ってるようにも見えるけどもって感じ、お任せします、皆さんに。停電直してくださったの、どなたですか？あ、僕です、2回ぐらい勝ち合ってます。R です、R 勝ち合ってます。先言っていいですか？勝ち合ってます。はい。真ん中とその右です、勝ち合ってます。はい、正解です。でも俺もトータさん、切る目切れないから、あんまなんかない。俺は赤目田さん動いてなかったから、ちょっと怪しく見える。やっぱりレポート赤目田さんの方が先じゃないかなと。わからん。これは自爆にもちょっと見えちゃうな。自爆だと思ってます。時間の食い違いはなさそうですね。トータスさん。うん。うん。もなさそう。そうだね。うん。両陣外だ。ノースケ、あ、ノースケさんが死んだんやったら赤目田さんつっていいと思います。なんでから分かんないな。右側でアーカイブ付近で見た赤目田さんとノースケさんやって。え、でも俺もうね、実はもう込み前ぐらいまで行けてるんですよね。あ、ナイトメアのすけさんの死体発見してます。あの、リアクターの右側で死んでるんですけれど、うん、で、かつ、ナイトメアがタオルを入れるタスクをリアクターになってる中にやっていて、弁当がおそらく動いたと思って見に行って、死体発見しているので、多分弁当を使って普通にメイン側に抜けて、込みぐらいまで行っても時間あると思います。ごめんなさい、メイン側の弁当は四つ葉が否定できます。あ、なるほど。はい、エンジン、大丈夫、どうぞ。あ、四つ葉がその時間多分エンジンメイン、今メインの右側に差し掛かってる位置にいるんですけど、多分どのくらい前がベントの動いてる位置かをもう一度教えてもらってもいいですか？何秒前ですか？時間、あの、リアクター鳴ってる最中に、うん、動いたと思ってて、リアクター、タオルタスクが終わって、もうリアクターが終わってるところで今見に行って下に、はしご降りるタイミング。秒差わからない？秒差わかんないです。ごめんなさい。ごめんなさい、どこのベントですか？
タオルタスクやってどこのイベント見れるんですか？僕そうどこそうタオルタスクをやってる時にイベント開くってどこのイベントですか？リアクターの右の多分タスベントが動いたと思ったんだけどな、うんうん、まあ見間違いの可能性もある。あーあーそっか、はいはいはい、はい、あれか、はい、了解です。ただ少なくとも死体があったのは間違いないです、弁当の話は一旦忘れて、死体が右なんで、うん、それを、うん精査するべきなんですよ。赤メタなんですけど、アーカイブで湧いても貨物からぐるっと回っても、エレキからメインエンジンって言っても、コミサボ、コミのとこまで入れてます。で一応 R さんが宿舎からエンジンに降りてくるとことか見てるから、はい、合ってます。で弁当も否定されてるなら無理じゃないとは。僕シェリフなんですけど、エレク、うん、貨物バイタルエレクセキュリティでエレク付近結構うろついてたんですけど見てないから、コミは僕います。見てないです。コミにはまだたどり着けてないです。コミにはまだたどり着けてないです。赤目さん人外。これ飲めないよ。トータスさんも違うんだから。俺そもそも赤目田さんリアクター中にその動きおかしくないですか？いやだって僕はもう開幕ですよ。アーカイブからすぐタスクもしないで言ってます。それはトータスさんボタンまで行けてるからイーブンだと思うんですよね。僕はタイプ上げれないですよ。てか、タスクしないで右回りしてるっていうことです。まあ貨物でタスクもしてるし、いやだから生きてるんですよ。タワイポイチ取れたら怪しいかな。そこまでいけないと思う。いやでも絶対してほしい。精査しはい、取れた。だってシェリフ矢印いないよね。思い出したんだけど、ナイス。シェリフ落ちてるよね、これ多分。白がマットだったっけ、確か。マットシェリフだね。落ちますね、確実に。避けますか、右にいますね。はい、はい、ミーティングオーク、ミーティングオーク、あ、そうなんだ。センターさんってこの手でボタン押してましたっけ？あ、覚えてないな。押してます。押してるんだ。うん、ナイトメアが1回目の停電中にまずバイタル見ていて誰も死んでおらず、うん、で2回目の停電中に見た時にはセンターさんが死んでいたので、でかつ1回目の停電が明けたタイミングでもうすでに誰も死んでいなかったので、ワンチャンセンターさんがシリアルキラーって殺せずに死んだんじゃないかなと一瞬思ってます。その場合って赤目田さんは、そう、私の赤目田さんがシリアルキラー目線で見追っちゃってるかな。あ、そうですね。キルペが明らかにこんだけ立ってキルできてないから、うん、ほぼ赤目田さんシリアルで落ちてると思ってるんですよ。でごめんなさい、ちょっと昨日カットインする余裕がなかったんですけど、序盤貨物でセルフィー砂ザメが湧いて、でそのままセルフィー砂ザメでエレキ行ったんですよね、うんうん、でそこで私エレキでずっと助けやってたんで、その後来てたはずであろう貨物っていう赤目田さんを見てないんですよ、私が。そうですね、確かに、うんうん、だからセルフィーさん砂ザメ目線で赤目田さんちょっと矛盾っぽいかな、でかつキルペ的にシリアルキラーかなって見ちゃってます。そうですね、視聴だったでアーカイブラウンジ貨物診察エレクメインまで行ったって言ってたんで、タスクもしないで爆速で行ってる時点でおかしいですし、見てないからまあほぼ書くかなと思って、うん、じゃあセンターさんはキルされているっていう、キルされているかなと。センターさんがキルされていた場合、シューネさんは白いかなと思っています。ナイトメアが2回目のバイタルを確認してセンターさん死んでるのを確認したときにエレクからシューネさんが入ってきてたと思っているので、はい、はい、そうですね。私も停電になり始める、2回目の停電ですね、なり始めるタイミングでシューネです。バイタル見ましたが、その時には亡くなっておられました。センターさん1回目の停電はシューネが展望で切れ直しました。うんうんうん、下位置どこでしたっけ？ミーティングの場合は四葉さんを弾いていいと思います。セキュリティからキッチン側に行く四葉さんを見て僕はセキュリティ行ってます。でトータスさんがちょっと身内切りにも思えないからトータスさんも白いかな。まあそうですね、そう思う、うん、まあ、だから砂溜め目線だとセリフィートータスは白いっていう感じになります、ね、はい、うんうん、そうなると砂溜めさん目線 R 四葉のラインか周年ナイトメアのラインになりますか？ちょっとまだ精査できてないです。僕はもうミーティングから動きません。あら、
これはあんちゃん勝てるな。完全に乗っ取ってるからこれ勝てるわ。完全にシェリフで乗っ取ってるからこれ勝ったな。ボタン押してたわ。下位置当てたろうか、リアクター右じゃない？正解、上です。やった。おぉ。ヌーンが動かんかったわ。一応カメラで10秒前ぐらいにアーカイブで四つ葉さん確認してて、行動ちょっと経路を聞きたいかなと思ってます。ちょっと脇忘れちゃいました。電気バイタル貨物ラウンジアーカイブ。アーカイブからラウンジに戻ってます。最初ね、エンジン側からメイン走ってきてすれ違ってな気するね。はい、そうだと思う。じゃあ、うん、エンジンメイン電気バイタル貨物ラウンジアーカイブだと思います。結構僕は初手の容疑もあるから、まあ、僕がまあシェリフだったんで先端さん結局白置いてて、容疑としては僕 R4 ツアーのラインが結構濃いかなと思ってるんで。ライン、さっきのあれですか、 R さんが私がキッチン側に抜けたという証言をラインだと捉えてますか？まあそうです、初日の件もそうかな。四葉さん初手のやつや、超初手のやつはラインじゃなくて、僕は砂ザメさんとの、砂ザメさんの死人を出しての白鳥からの四葉さんの死人があるよっていう話、はい、かつ事実キッチンに行って展望デッキに砂ザメさんと出会っているので嘘じゃないですよ。うーん、砂ザメさんから出ませんか？最初私と展望デッキで見合ってますよね。ごめんなさい、カットインするんですけど、覚えてないです。このターン、はい、ごめんなさい、カットインするんですけど、このターン多分 R さんも昇降機右側に行ってらっしゃると思うんですけれど、しゅうねさん見て、はい、その後しゅうねさん置いて、リフト左に運んで、宿舎エンジン混迷武器庫っていくときに砂ザメさんと会いました。あ、会いましたね。はい、リフト左に運ん、多分リフト乗ってで、しぐねさんは死んでるはず。だってリフト乗れやんかったから。いや、しぐねさんと一緒にリフト、アーカイブから入ってます。リフト右に。で、リフト左に運んでます、僕は。リフト左、でもリフト動かんかったんです、右へ。僕が発見したときはおそらくリフト左側、右側になかったと思うんですけど。そうですよ、だから僕が右から左に。ボタンってもうないっすよね、ほぼこれ。いや、でもリフトは右に動かない。砂ザメのボタンがあるので、タスク勝利という選択肢も。あ、あの、ようこつらんとダメです、どっちにせよ。あ、でも、結局これ、111になるから。僕、トータスさん、ようこ。あー、トータスさんがようこ？え、もう誰かを釣る場面なの？いや、釣った方がいいと思いますね。うん、多分村と、ね、村陽子と人外で PP になっちゃうから、絶対釣った方がいいかな。うん、砂ザメ、四つ葉さんに入れちゃいました。あら。でも砂ザメさんの記憶ミスなんだけどな。ちょっとこれアルク釣りたいんだけど、アルク 100% インポスターでしょこれ。 R4 つ派でしょこれ、絶対 R4 つ派でしょこれ、知ってるよこれ。 R4 つ派でしょ絶対に。ボタン押して、早く、怖いから切られちゃうって。はい、ナイスです。はい、はい、4個がタスク終了しちゃうと、タスク終了してると、そうですね、インポスターが釣れてしまって、4個が残ってると、4個も釣れるんですよ。はい、例えば、その単独で、ごめんなさい、4個と、インポスターが残ってます、クルーが全員タスク終了しましたは、誰が勝つんですか？4個が残ってる限り、タスクが終了しないんです。ああ、そういうことか。はい。ごめんなさい、理解が。だから、この時点で。ちょっと一つ喋りたいことがあるんですけど、はい。先端さんが死んだターンって、砂ザメさん自身が展望デッキにいた記憶ってありますか？先端さんが死んだターンが。多分展望デッキで手で直してくださってるのかなと思ってるんですけど。いました、いました、いました。はい、なんか、はい。私がそれを言い当ててるってことは、少なくとも私視点は、見えていて、砂ザメさんが。はいはいはい、なので、はい、R さんが言った、四葉さんが席からキッチンに向かいましたという証言は正しいんですよ。はいはい。これ、サボ直してない人って誰ですかね？
一応現状四田さんが多分直されてるって話ですよね。僕印象これってこれ直したよ。でトータスさん、ちなみにしゅねさんが死んだターンは僕が2回停電を直してます。まあ乗っ取りもあるからな。ナイトメアさん直してない。僕と初手でこれをターン直さんかったっけ。これ前のやつだっけ。記憶がね。いや最初手で直さんかったっけ。確か最初手の初手ボタンの時僕直してたような気がしたけど違ったっけ。いや覚えてないな。あのあれなんだっけ、なんかでももうようことまといない気がするなっていう。そういうキャラクター的な。ナイトメアさんとアルくんどっちか釣りたいかな。もうアルさんはインポスター。インポスターですかね、うん、だと思うから。ようこいるからどうかで。アルさんいやでも砂だめしろがめっちゃ強いんだよな。そうなんですよ。いやワンチャンようこ釣る場面ですよね。いやでもいな、ワンチャン僕いないとも思ってるんですけどどうすか。いないと思ってるって言ってる人の方が横目濃くないですか。いや俺はシェリフです。ちなみにシェリフさん一応シェリフ CEO です。僕シェリフしてるんで、うん、はい、結構早めに出てますから。まあ歩く釣りましょう。多分普通に直してると思ってるから。ヨーコは生きてるんでスキップしないと負けです。クルーのリフト左に運んでるのは透明人間でした。透明人間あら。でもその後乗れやんかって。ん、そうなんやろ。いやまあ多分勝てるんじゃないですか。ヨーコもいないと思うんだけどな。まあヨーコが勝ちますけどね。ありがとうございます。うわありがとうございます。それはうまかったね。ヨーコいないならスキップせー。ヨーコいないな。ヨーコいないんじゃない。ヨーコいないならスキップだよ。確かになるほどな。そうか、ヨーコいないとタスクで勝てるからそれスキップです。そうもうのすけくんが死んでシェリフ消えたの分かったんで乗っ取りました。もうやられたやつ。いや思い出して。トータスさんが用語だと思った。